世にも恐ろしいキムチ事件を引き起こしてしまう。ゆきえもんに俺ターボーイなくなったらめっちゃ元気なくなって何もできないから料理作ってねって言ったんですよ。そしたらじゃあ私が何でも作ってあげると言っていて、それでとりあえずターボーが必ず食べるものっつってキムチって言ってたの思い出したんでキムチと思って、でなんかメッセージでターボーロスのあなたへみたいな感じでそのキムチを食べて元気を出してくださいみたいな。そしてゆきえもんがイタリアンシェフに作った料理はご飯の上にキムチを乗せただけのもの。お何この人って思ったんですよ俺も。もう絶対ねえなって、もう 人としてねえなみたいな。せめて手作りでなんかそうやってくれたら、あこの人は恥ずかしがり屋とか甘みじゃくる部分があるけど、まあ、そういうところも含めて、まあ、まあ可愛いところもあるんだなと思って、明日にでも鳴らすよっていうのを伝えたかったんですけど、キムチだったし、僕がキムチなんかで喜ぶ人間じゃないっていうのが分からないっていうのもちょっとどうかなと思うんですね。ターボーロスだからよ。